どうもクロスロードラボです。今日はですねウイスキーの話なんですけど、以前もね偽のね、フェイクボトルウイスキーについての話をちょっとしたんですけど、昨日ねタイのニュースで、タイ南部のソンクラー県で偽のジョニーウォーカーブラックラベルと、レッドラベルを製造していた工場が現地当局により摘発され、偽造に従事していた40歳と20歳の2人の女性が逮捕されたということです。はい、2人は偽ウイスキーの調合瓶詰めラベルと、偽造の納税印紙の貼り付けなどを行っており、摘発時には証拠品の隠滅を図ろうとした。逮捕された40歳の女性は工場のオーナーには会ったことがないと供述しており、当局はこの偽造工場が外国人により運営されていたと見ている。タイではこういった偽造酒が広く出回っていると言われ、偽造者が摘発されるのも珍しいことではない。今回摘発された工場で作られていた偽ジョニーウォーカーはバンコクへ向け出荷されていたようだ。こういった偽造酒の中身は不明で、当局はこれらの飲用は非常に危険だとしている。はい、こんな感じのニュースをね見たんですけど、昨日のねニュースですね、5月6日のニュースです。で、以前からねタイではね結構偽物が出回ってるっていうのは知ってたんですけど、去年もねFacebook にジョニーウォーカーのね偽物を作ってる工場の動画がアップされて、なんか捕まったみたいなんですけど、それもね見てたので結構ね多いんだなと思います。多分今回捕まった工場以外にもねたくさん工場もしかしたらあるのかもしれませんし、以前ね結構知り合いが言ってたんですけど、タイではねウイスキーのね空き瓶買い取ってくれる店があったりとか、大っぴらにじゃないですよ、結構アンダーグラウンドな感じで買い取ってくれるお店があったりとか、結構いい値段で買い取ってくれるらしいんですよ。例えばこっちのねビール瓶とかコーラだったら1本10円で買い取ってくれるとかいうレベルですけど、そんなレベルじゃなくてね結構な値段で買い取ってくれるみたいな感じなんですけど、それももちろん多分ね偽物に使われているんだと思います。前回挙げたフェイクボトルのニュースは結構高級品のウイスキーの偽物だったんですが、今回は割と庶民的なね、普段から飲むようなウイスキーのニュースだったんですけど、やっぱりねジョニーウォーカーって言ったらブレンデッドウイスキーのね世界トップクラスの売り上げを誇ってるスコッチウイスキーですから、そこにねやっぱり目をつけられてたくさんこう販売して利益を取るみたいな感じだったと思うんですけど、高級品はこう一本一本の利益が大きいのかもしれないですけど、こういうのはもう数売ってなんぼみたいなね感じなんでしょうから、多分ね他にもシーバスとか、バランタインとかね、ああいう一般的に結構皆さんが飲むようなブレンデッドウイスキーは、偽物が結構ねタイとかでは作られてるんじゃないかなと想像します。はい、結構頻繁にタイではねブランド物が押収されたとかね、あとは密輸品のウイスキーとか、ワインとかブランデーとか押収されたみたいな話結構聞くので、日本人も旅行で行く国ですから、今回の偽物の騒動も前回の偽物の時もそうだったんですけど、結構パブとかバーとかね、クラブとかそんな感じの、お酒が提供されるような場所で、に出荷されてたみたいなんですよ。そういうとこでコーラ割りとかねソーダ割りとかにされちゃうともうほとんど分かんないですし、今回も調合されて、瓶詰めされてたみたいなので何が入ってるかね分かんないとのことなんですよ。だから体にねもし害のあるものかもしれませんので、旅行の際にはね十分こうウイスキー飲むときは、気をつけてほしいなと思います。はい、それではクロスロードラボでした。バイバイ。